こんばんは、マサイ46494です。今回はですね、スタミナがすげえ溢れそうっていうか溢れてるので、金継降臨をやりながらいろいろと食べろうかなと思います。思います的な感じなんで、なんかやめようかなと思ってやめます。金継ぎ、てか新しい降臨、そっか、新しい降臨の動画も出したいな。新しい動画、あ、違う、あの、なんだっけ、なんとか降臨、最近、てか今日、昨日か、正確に朝来て、それ知らなくて、あ、なんか来てるみたいな、あったんだけど、そのボスになんか、なんて言うんだろう、初見か、初見状態で試してみたりしてたんだけど、勝てなくて、悲しいことに。なんで、この動画あげたいなぁと、今、ふと、普通に思っちゃった。とりあえず、金継ぎを、クリアしてみましょう。まあ、ここの、石回収率というか、プラス6個前後は確実にゲットできるので、まあ、結構、ここの周回、使ってる人は、結構、多いんじゃないでしょうか。ちなみにこのパージ使ってる理由は特に理由はなく、連続性だったっていうのと、コンボするのが楽だ、あ、違う、倍率出すのが楽だっていう意味でただ使ってるだけです。結構こういうバラエティー飛んだパーティーもいいんじゃねえかなと。ここもたまに落ちるんだよね。すげえ落としになっちゃった。はい、ということで本当に溢れちゃってたんだよね。悲しい。でも最近なんかパズドラで溢れても、あ、溢れた丸っていう感じでさ終わっちゃうんだよ。なんかね、アグニ降臨でした。アグニ降臨でちょっと勝てなかったんで、アグニ降臨いきましょうか。パンドラパーティーで行けそうだったから、パンドラパーティーで行きたいと思います。なんでね、なんか本当に初見でやってて、すげえ殺されまくっててマジかと思って、結構ね見えたぶりやつだったんだよね。コンボ吸収で1、4、5、5個か。でも少ねえな、なんか音が消えたぞ。これで抜けるかな。両端を抜いてほしい。1万6000。そして1万6000ですとかじゃなかったっけ。それは、ベッとかそういうの。とりあえず勝たなきゃいけないんで。これで抜いてある勝利。次の空気輪がめんどくさいんだよね、確か。防御が300万ぐらいあるらしいんだよね。なんで、ちょっと注意して、いきたいと思ってるんですが。
断はしないです。マジか。じゃあまあ。99% ダメージ落ちてるね。この次かな。この次じゃなかったら死ぬぞ。この次とちょっと信じようか。頼むよ、本当。髪を超えてるかな。あ、半分超えたらだった。ざけんなよ。半分超えたらだった。どうしようか。アグニ氷はアグニ氷寝とるかかなと。はい、ということで、ちょっと。ダビリ動画をしようと思ったんですが、アグニ降臨やりたくなったので、ちょっとここでやめようかなと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。